ーシャルメディア都市宣言インガワ市第3部徳島ユーストリームサミットを開催します。このパートでは徳島県内で配信されていますユーストリーム番組を全国の方に紹介する企画です。さあここからは、はい、どうも私ね、初めましてですかね、皆様、阿波市でですね、このユーストリームを使った番組ですね、阿波市観光情報バラエティユーストリームで出ます、アワストリームで8という番組でですね、MC をさせてもらってます、松野と申します。どうぞお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ県外からのゲストの方にも今日はご意見をいただきたいと思います。先ほど講演をしていただきましたユーストリームアジア株式会社代表取締役の中川智隆さん、そして関西ウォーカー編集長玉木康則さん、そしてこのパートよりユーストリームスタジオ北浜の運営会社の代表であり都市宣言イベントの仕掛け人でもある株式会社ドットコム代表の今川敦さんにもご参加いただきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。いや、まあね、このユーストリームのプロたちを相手に、はい、我々徳島のユーストリームがどんなもんやと、これからねプレゼンだったりとかしていくわけなんですけれども、はい、ちょっとね僕の方からですね、ちょっとね、お三方にご質問させてもらってよろしいですか。はい、僕中川社長にまずご質問させてもらいたいんですけども、はい、まあユーストリームの社長ということで、もちろんなんですけれども、はい、徳島のユーストリーム番組はもう網羅されてると思うんですけれども徳島県の、まあ、僕らのアワストリームで8をはじめ徳島県のユーストリーム番組はご覧になれたことはありますでしょうか。ドキドキですね。ドキドキ見てます。ドキドキ見られてますか。はい、じゃあどんな番組があるかっていうのもご存知で、ですね、先ほどちょっとご挨拶したんですけど、ヨッピーさんとかですね、見てましたよ。ありがとうございます。徳島県内の番組も時々見てくださっているということで、はい、ドキドキでしたけどね。ね、時々見てくださるということですね。はい。もう多分ドキドキしましたけど。ドキドキなるほど、ありがとうございます。で、玉木編集長にちょっとお伺いしたいんですけども、はい、関西ウォーカーさんということでね、雑誌の、編集の、ね、会社で、はい、編集者としてお仕事されてると思うんですけれども、この関西ウォーカーって僕の横にねこういう、看板というかありまして、関西、今日もねこの関西ウォーカー TV というのでユーストリーム流させていただいてるんですけれども、はい、その雑誌の会社がですねこのユーストリームっていうのをなぜやってるのかっていうのをちょっとぜひお聞きしたいなと思いまして、2010年の、9月からやってまして、で一応毎週火曜日、もう3年丸3年終わって今4年目に入ってるんですよ。結構、4年続けてるとこはなかなかなくてですね、なおかつ毎週定期で全くペース落とさずっていうか、それにプラスむしろこういうイレギュラーなやついっぱい増やしてますんで、月4回プラスアルファやってるんですけど、もともと2010年の2月にツイッターを始めたんですね。で2010年っていうのは僕は結構SNS 元年と思ってて、1月に週刊ダイヤモンドがツイッター革命っていう特集をやって、もう大ベストセラーというか雑誌なのに10万かかったんですが、あれの1週間後に関西ウォーカーでツイッター始めましたなって表紙に言ってました。同じタイミングなんですよ。多分だから雑誌でいわゆるツイッターを始めたのはダイヤモンドとうちが一番早かったと思うんですけど、なるほどですね。それはもう要するにユーストリームも同じですし、Facebook とかみんな一緒なんですけど、SNS っていうことの技術を知ったときに、過去にいろんなネットの技術があったんですけど、あんまりメディアとしておいしくなかったんですね。割にクローズなものが多くて、で僕らたくさんの人に見てもらってなんぼ、メディアってそういうものですから、メディアってイコール影響力みたいなものですから、人に伝わって初めてメディアやってる意味があるんで、そういう意味で言うとツイッターとか例えばこのユーストリームとか、特に会員制であったりとか制限がかかってないものが一番僕らメディアとしては相性がいい。それは雑誌っていうものはその文字にまさに活字でコンテンツを作ってるんですけど、僕は別にその文字で活字っていうことにものすごくこだわりがあるわけじゃないんですよ。そういうもちろん僕もずっともともと新聞から始まって活版から始まってるんで、
あのそういうメディアの付き合いは長いんですけども、僕は人に物が伝えたくてこの仕事を、まあ、新聞社もそうですけどやってきてるんで、あの結果的にはそれがあのネットだろうが紙だろうがどっちでも関係ないんですよ。なるほど。だからそれがちょうど2010年にいろんな技術が整ってきて、まさにあのユースリムアジアが始まって、僕らも最初始めた時は英語とか使ってやってましたから、あの同じ、まあ、タイミングというか、はい、でまあ、あの今までやらせていただいたということかなと思ってますよね。なるほど、ありがとうございます。あのその多大なる影響力でこの阿波町ですね、明日からまた広めていただけると信じておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、で最後にあの今川様なんですけども、はい、ですね、まあ、関西でですねユーストリーム公式のスタジオの、ね、運営をしていただいているとされているということなんですけども、はいはい、関西でもどんな番組が人気というか面白い番組とかってありますか？関西もですね、まあ、関西人 その気質というかね、あの早く、まあ、誰よりも早くあの取っつきたいっていうところがあって、まあ、先ほど玉木編集長もうちが一番早かったみたいな、あと一言で代表される、はい、人より先にやってやるみたいな部分がありまして、で、あの個人で番組を作って、配信をされる方もあの非常に、手をつけられるのが早かったんですけども、あの最近、まあ、ちょっと足踏みしてるのかなという雰囲気がありますね。あのというのは、まあ、個人から、企業さんが本格的にユーストリームを活用される、され出した、大体、まあ、あの去年ぐらいからですね、関西においても、そういう中であの、まあ、やはりその単にその一時期ダダ漏れみたいな感じで番組が盛り上がったところから、あの一つのやはり台本を作って番組仕立てにしていかないと視聴者がついてきてくれないというようなところになってきて、個人の人がちょっとあの、まあ、足踏みというかあの離脱してきているのかなというあの空気はあの関西では特に感じますね。ああ、そうなんですね、はい、同じことを僕は徳島でも感じてるんですけど、皆さんも共感されている方ね、うなずいている方いらっしゃったと思うんですけどね、まあ、それを盛り上げるべくですね、あのお三方にまたご意見いただいて、はい、今日またね徳島のユーストリーム会盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、さあそれでは早速一つ目の番組から紹介していきたいと思います。まずは私たちが MC を担当しています阿波ストリームで8です。それでは松野さん、センターマイクの方にご移動お願いします。うわ、喋っていいんですね。そうです。あ、わかりました。ありがとうございます。さあ普段は私と松野さんがね MC を務めさせていただいている阿波市の観光情報バラエティ番組なんですけれども、それでは松野さん、はい、よろしくお願いします。はい、前ロゴ出てますけれども、あの祝ゴールデンって書いてるのは単純にあの元々は9時からやってたものを8時に変えて勝手にゴールデン進出と我々やってたのゴールデン進出の、まあ、アワストリーム8ということでやってまして、元々ユーストリームをあの我々が始めたのは先ほどあの玉研修とお話もあったあの今川さんもお話ありましたけども、一番にやりたいっていうのがあってですね、徳島県 その観光協会とかそういうところであのユーストリームを活用しているところが正直あまりなかったというところで、我先にやろうということでまず、去年のですね5月に始めさせていただいて、まあ、なぜこのユーストリームをやったかって言いますと、まあ、とあるあの公務員の方がいらっしゃいましてですね、そういう方と話をしててですね、あの観光情報バラエティって僕ら言ってるんですけども、なかなかお役所の方ってあのいろんなことを制約とか制限とか非常に多いんですけど、その方がですね、まあ、僕とその話をしている時に、まあ、ユーストリームやろうって話になったんですけども、何やってもいいよと、何か怒られたら僕が責任取るわみたいなことを言ってくださった方が、まあ、今日もいるんですけど、まあ、その方と一緒にですね始めさせていただきまして、で、まあ、なぜ、まあ、何をやってるかというと、あのなぜかというとですね、阿波市っていうのは先ほどもいろいろね、あの、まあ、いろいろご指摘も受けましたけれども、観光資源っていうのもあの野菜であるとか、まあ、土中たらうどんというものがたくさんあるんですけども、あのそれをですねなかなか情報発信というのができていないと、そしてあの僕たちはその情報発信の元になろうということで、しかもユーストリームさん無料で使える、こんなおいしいことはないということで、始めさせていただきました。で、まあ、最初を始めてですね、なかなかこう視聴者あの、まあ、最初すごいですね、テレビとかにもちょっと取り上げていただいたりとかして、視聴者もどんどん、増えていったんですけども、確かに今川さんがおっしゃったように今は現状まあ、真っ直ぐな状態ですので、これをさらにあの盛り上げていくべく、まあ、皆さんの教えをお借りしてですね頑張っていきたいなというふうにあの思っている次第でございます。で、まあ、やっぱりあの先ほどの講演でもね中瀬と申したように、僕もこのユーストリームを使って
阿波市のものもいいんですけども、あの人、人素晴らしい人いっぱいいますので、この人というのを紹介するコーナーを、持っておりまして、それが僕たちはその観光であるとか地域の活性化につながるというふうに思っております。はい、ですので、あの皆さんぜひですね、このアワストリームデイと毎月第2金曜日夜8時から、あのすごくフランクな感じで、僕が変な下ネタを言ったりとかもしてますので、あのぜひですね、あの楽しく見ていただけたらと思います。それではあのプロモーションビデオどうぞ。このアワストリームでエイトですが、はい、アワシの魅力を世界に発信ということで、はい、アワシを愛してやまない人たちによります、はい、思いが詰まった番組となっています。はい、美人野菜ソムリエさんでいきます。美人だから出ますよ。ジュニアさん、ちょっと見づらいですけどね、右側に見るとめっちゃ美人です。今トマトの説明をしてるんですけどね、はい、こう野菜の説明もしながら、はい、アワトークっていうメインのコーナーでございますけども、棒の数は某番組とは違うはずなので、あの、お気をつけくださいね。はい、何市民ですか？僕たちは農業を慣れすぎる市民です。はい、ということでね、あの見ていただきましたけれども、最後ね、阿波トークっていうのが我々のメインコーナーでして、阿波市に住むいろいろな、特技だったりとか面白いものを持っている人々をですね、もうこれを世界に何とか発信できないかということでやっておりますので、まあ、ここがもう先の人と人ということで、あの一番のメインコーナーとさせていただいてます。で、僕自分、あの先も出てますけど、パソコン の、 あの販売をしたりするのがメインの仕事で、農業だったりとかその観光とかっていうのが自分はまあ何もその持ってないんですね。ただ情報発信する術は持ってましたので、まあ、こういうことができたということで、まあ、本当にね、農家の皆さんであるとか、たらいうどんであるとか土中関係の皆さんと、まあ、ご協力いただいてこういう番組ができてますので、まあ、非常に楽しい番組となっております。ぜひ皆さん一度見てください。特に社長、もし見られてないんでしたら見てください。お願いします。どうもありがとうございました。ということで、まず一つ目の番組アワストリームで8についてご紹介させていただきました。ではお三方からご意見を頂戴したいと思います。まずは中川社長、いかがでしたでしょうか？はい、すごい面白そうな予感はします。ありがとうございます。ちゃんと見ます。はい、ありがとうございます。お隣の玉木編集長、いかがでしょうか？松野さんのあわみちゃん T シャツ気になりますね。あと実はですね、これ別に関係ないんですけど、あわみちゃんゆるキャラクラブ選挙対策本部長というのを私やらせてもらってましたので、両方の PR を常にこれを僕は着ていると、もうあの徳島でこれを着たら松野だっていうのが大体の人分かると思います。はい、でもね、あの番組今構成とかもすごくあのなんか楽しんでやってるっていうか、はい、まあ、パロディも含めてあのすごくこう前向きにいく感じがあってですね。で最近あの、まあ、皆さんも見た人いるかもしれませんけど、スティーブン・ジョブズっていう映画があって、あのアシュトン・カッチャー、はい、最近ようやくデミ・ムーアと別れられたっていうアシュトン・カッチャーが主演のジョブズの映画があるんですけど、やっぱりジョブズが最初大学に行って話し合いを見てて、でガレージでパソコン作ってって時のものすごいワクワク感、楽しさがあるじゃないですか。でそれをその最後 iPhone 作るとこまで持続するってやっぱ本当に大変なことだと思うんですよね。はい、僕らもまだ4年目ですけども、
なんていうのかな、やっぱり最初やっぱりすごく動画配信がブームになってわーっと来た人もいるし、それはもう楽しまれたと思うんですけども、そこからやっぱりこう続けていくっていうか定着させていくっていうことは本当に個々の人が問われていることだと思うんで、はい、今やっぱりこれ見てるとすごくその熱量がまだあるんで、はい、逆に言うとすげえなと、ありがとうございます、まあ、ある意味共感するなと思いました。ありがとうございます。それでは今川さんいかがでしょうか。はい、すごく楽しそうにされてらっしゃる、これが印象的で、まあ、ぜひ一度ね、拝見したいと思います。ぜひ見てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そもそもことからご意見も、あわしから本当にそのユーストリーム大賞全然エントリーされてないんで、ぜひ出てください。これ僕社長がおっしゃる前にこれ今日言おうと思ったんですけども、はい、必ず2013年の大賞によってただステップアップのところ必要と思うんで、はい、今日社長がいらっしゃるんで僕らは無条件でもう出れるのかなというふうに勝手に思ってますので後ろのスタッフの方にも後からお話しようかなというふうに思ってますので、ぜひともどうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、まずは私たち阿波市の阿波ストリビで8をご紹介させていただきまして、この後にもですね、たくさん番組がどんどん登場してまいります。ね、先ほど中川社長も知ってるとおっしゃってた吉野川市のヨッピーセブンをはじめ、ね、はい、徳島県内ね、町というか、はい、町の観光情報を発信している番組たくさんありまして、はい、徳島ですとね、神勝 TV、そうです、神勝 TV ね、はい、もうパイオニア的存在ですよね、徳島県でいうとね、はい、はい、まあ、今回は残念ながら神勝 TV さんは都合がつかずにこの場にはいらっしゃらないんですけれども、はい、この後たくさん番組がどんどん登場してまいりますので、どうぞ楽しみにしていただきたいと思います。はい、さあ、それではどんどん参りましょう。行きましょうか。はい、続いての番組は和解し TV でございます。はい、はい、今回和解し TV の方も残念ながらこの場にはお越しいただけなかったということなんですが、ね、はい、1分間にまとめた、はい、はい、映像を説明をね、付け加えながら、うん、動画ね、見ていただけたらと思います。この和解し TV っていうのはですね、先ほどね、戸渡さんという方がね、野菜のね、プレゼンされてましたけども、彼もメンバーの一人でですね、はい、徳島県内のですね、まあ、農家って結構年配の方が非常に多いんですけれども、その中で非常に若いし、まあ、これ阿波弁なんから分かんないですけど、若い人たちばっかりでグループを作って農業をベースにニューストリームを配信していこうっていう風な番組ですね、はい、はい、だからさっきのトッティってね、戸渡さんっていう人がメイン MC されてるんですけども、この戸渡さんはこの阿波ストリームデートにもよく顔出してもらってるんですけれども、はい、はい、番組の PR を言っといてって言われて、何を言ったらいいですかって言ったら、1時間番組だったりするんだけど、1時間の絶対収まらないのが一番の売りですって言ってました、はい、そこが売りなんですね。そこが売りだそうです、はい、なるほど、若い農家の方たちが集まった番組の、はい、こんな感じでね、はい、ただ真ん中にね、可愛い花がおるんですよね。我々も一緒なんですけども、ね、切れちゃいましたけどね、はい、はい、そういった農家の方たちから発信する情報番組ということなんですね。そうです、若い農家のこれからをね、日本の農業を担っていく方たちの番組だということでね、はい、もうロゴもめっちゃかっこいいんですよね、かっこいいですね、はい、はい、まあ、ぜひ来ていただきたかったんですけどね、またこの番組皆さん見てください。はい、ご覧いただきたいと思います。和解し TV についてご紹介させていただきました。はい、続いてはお隣の、はい、吉野川隣に行きますか。僕たちね、アワストリームデートの最大のライバルと呼ばれてます、ヨッピーセブンさん、よろしくお願いします。お願いします。今日ヨッピーセブンさんお一人でご登場ですね、はい、中川社長も、ご覧いただいております。ヨッピーセブンで MC 担当させていただきます坂巻と申します、よろしくお願いいたします。なんですけれども、先ほどご紹介もいただきまして、吉野川市というところで、ユーストリームさせていただいているんですけれども、吉野川市ちょうど阿波市の、南隣に、位置するところで、なかなかそういうところで、そうですね、情報を発信する機会っていうのがなかなかなかったので、吉野川市の出身のメンバーが
ヨッピーセブンということで、ヨッピーっていうのがですね、吉野川市の市の公式キャラクターのヨッピーなんです。それで、この5人のメンバーが、ヨッピーのファンクラブを勝手に作りまして、そのヨッピーにぜひ来てもらえるようなユーストリーム番組を作っていこうということで、まあ、ヨッピーの好きなことって何だろうと思ったら、観光のことであるとか、市の、まあ、特産品であるとか、イベントの紹介であるとか、あとふるさとを思う気持ち、その方をですね、どんどん情報を発信して、ヨッピーに来てもらえるようなそんな番組をしようと思って、番組作りをしてまいりました。それでですね、吉野川市の出身の方にレポーターとしていろいろ吉野川市の魅力を伝えていっていただいたんですが、その他にもですね、吉野川市以外から、例えば阿波市のストリームで8の皆さんにも来ていただきましたし、上勝町の方であるとか、鳴門市、鶴見町の方にも来ていただくことができました。それで、吉野川市を中から見た視点というのと、吉野川市の外から見た視点というのを我々大切にしておりました。動画を流して、じゃあ VTR お願いします。ここが吉野川市のランドマークといわれる鴨島駅ですね。先ほど出てたのがヨッピーですね。彼女と僕で MC を担当させていただいてます。真ん中の方がプロデューサーの岡本プロデューサーです。ヨッピーセブン。ヨッピーセブンは背景にもこだわってまして、吉野川市のセントラルホテル鴨島というところで、この時は、チャペルを背景にやっております。毎月第1金曜日19時からやっておりますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございましたね、大阪マークさん来ていただきましたけどね、もう本当に僕たちが一番ね、切磋琢磨しているヨッピーセブンさんでございまして、はい、いつもね、どっちが僕と大阪マークさん、どっちが MC 上手いかっていうんで、いつもですね、競ってるんですよ、どっちが面白いかみたいなことでね、はい、今日も大阪マークさん爆笑を取ってましたよね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと皆さんね、はい、それでは、ましょう、はい、ご意見をいただきたいと思います。中川社長、ヨッピーセブンいかがでしょうか。まあ、すごいゆるさが安らぎに通じてるんですけど、ね、ありがとうございます。でホッとするんですけどね、見ると。で、なんなんですかね、本当にユーストリームって皆さん本当にお感じになられてると思うんですけども、続ければ続けるほどやっぱ難しくなっていくと思うんですよ。で、まあ、東京でもいろんなその配信者の方とお話ししていて、やっぱり100人っていうのが一つの、まあ、なんか境目で、こう100人切っちゃう、100人以上だとまあなんとかこう心落ち着いてられるけど、100人切っちゃうとちょっと途端にモチベーション下がっちゃったりとか、それが数回続くとだんだんこう配信意欲自身がこう薄れてしまったりとかっていうことで、で次何やったらいいんだろうとか、次どうしたらその見てくれる人がこう増えていくんだろうって、やっぱりだんだん悩み出したりして、で、まあ、そこでこう諦めちゃうともう続かなくなってやめちゃったりとか、あとはこう何なんですかね、ユーストリームもある部分、まあ、変な言い方ですけど格式高く見えちゃって、その配信機材に凝り出したりとか、1カメじゃやっぱりダメで2カメ3カメとかって、こう技術とか機材を追い求めちゃったり、でもそれをしたからといってこう視聴数が増えるわけじゃなかったり、で、ある時やっぱ安易に、まあ、名前出してあれですけど、こうツイキャスとか行くと居心地よくて、その別に100人っていう壁にこだわらなくても数人でも楽しくなっちゃったりして、まあ、そちらに居ついちゃう方もいらっしゃったりとかって、非常にこう難しいと思うんですよね。ただ
これをなんか踏ん張ってこうやっぱり自分が見てもらいたいこととか主張したいことっていうのはその種は絶対尽きるはずがないんで、やっぱりその何事によらずこう続けていくこと、もうそもそも何がやりたかったんだっけ、その本当にその100人っていうのが目的だったんだっけ、違うんだっけとか、いや、 やりたかったこと違うんじゃないのみたいなことをやっぱり常にこう問い返しながら、本当にやりたいことっていうのをもう一遍こう見つめ直しながらやっていくと続くし、なんかその自分で作ってた壁っていうのが実は違ってたりするのかなって、こういうP7さんだけじゃなくても皆さんに対して同じようなことをこう思ってるっていうことなんですけれども、もう本当に何がやりたいんだ俺はっていうところを掘り下げていくと、まあ、続くモチベーションにもなるのかなって思いますね。すいません、なんかコメントにもなんないコメントで申し訳ございません。坂本さん、どうですか。そうですね、ヨッピー7実はこうやってて、まあ、1回目、2回目、3回目は結構プロデューサーとも話しててやってたんですけど、4回目ぐらいからちょっとこう何しようかってなって、でまあ、その1回目、2回目、3回は先ほど申し上げた通り、まあ、吉野川市の方をメインでレポーターしていただいたんですけれども、まあ、4回目の時にいろいろ市外から持っていただいて、外からご意見いただいたりして、それがまたすごく新鮮な回になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではお隣の玉木編集長、いかがでしょうか。いや、なんかね、ライバルってことですけど、エネルギッシュな、ね、松田さんに対してすごい爽やかなイケメンなんである意味違う土俵で戦ってるのかなって気もしましたけども、今僕雑誌でですね、連載が一つあって、その連載っていうのはまあ、ダウンタウンデラックスとかやってる読売テレビの西田二郎さんというプロデューサーと、でもう一人は北海道テレビところで水曜どうでしょうって番組をやってる藤村忠久ディレクターと、この2人の、まあ、連載をやってまして、まあ、本当はテレ朝系列と日テレ系列は絶対一緒に やるはずがないというか、やってはいけないんですけど、まあ、いろんな健忘十作を労して2人で活動してて、僕らもずっと一緒に手伝ってるんですけど、藤村さんも、まあ、藤村ディレクターっていうのが、まあ、基本的に水曜どうでしょうっていうのを考えて作った人 で最初は大泉さんとか本当にまだ大学生で、もう長いんですよね。そこから考えるとものすごく長い、大泉さんの芸能人生がほとんど水曜どうでしょうの歴史と重なっちゃってるんで、一生どうでしょうとかってことも言ってるんですけどで、あの番組がこれだけ続くってことがすごいじゃないですか。だって今新シリーズ始まって今アフリカに行ってますけども、最初はサイコロ投げてたんですよ。でも途中からもサイコロ別にいいんじゃんってことになって藤村さんの言い方で言うと、要するにもうどん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 いらないものを削ぎ落としていって、もうコアだけを残してやってて、それで全然成り立つんだ。でも決していい加減にやってるわけではなくて、藤村さんっていうのはもう編集の鬼なんで、彼が結局編集することによって全てがどうでしょうっていう作品に結実してしまうんですけども、だからなんかね、水曜どうでしょうを見てると、なんかユーストリームとかこういうことの表現の一つのなんか答えがあるのかなっていう気はしなくもないですよね。本当にだっていつも嬉野さんっていうプロデューサーがカメラ回してるだけですから、はい、基本4人の番組ですからね、はい、4人の番組で結局日本中で北海道テレビのね、その要するにコンテンツを買って流してて、 DVD でやっぱりもう売り上げ自体が実は数百億になっちゃってるんで、そういう、まあ、別に数百億稼がなきゃいけないってことはないんだけども、ああいうコンテンツがそういうことができるっていう、でもちろんあれに影響を受けたものがもういっぱいね、他の番組でもありますから、僕はなんかね、ユーストリームっていうことも、もともとライブメディアっていう意味合いの何か一つ答えがあるのかな。で、藤村さんって本当に日本のテレビ界においては反逆児というか異端なんですけど、そういうなんか可能性をやっぱり僕今もユーストリームに感じてますし、はい、なんかそういうことが例えばこういうヨッピー7であるとか、できるんじゃないかなという気はするんですよね。
でそれは最初におっしゃったように、あの皆さんのすごくリラックスした雰囲気、あと音楽の使い方とかも含めて、あのそういう心地よさがすごく大事だと思うんですよね。だからなんていうかな、グルーブというか、あのそういうのをなんか求めていけるんじゃないかなって気がしますけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ヨッピーセブンご紹介いただきました、はい、水曜どうでしょうに負けないような番組作りましょうね、頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあどんどん参りましょう。続いてご紹介いただきますのはレインボーミックスです。よろしくお願いいたします。来ましたね。ありがとうございます。レインボーミックスとご紹介いただいたんですが、私どもだけちょっと異色で、実はラジオ局やっておりまして、 FM ビザンというコミュニティ放送局をやっております。今日いらっしゃる方もたくさんゲストに来ていただいた方も多いかと思うんですが、最後のギリギリまでうちら出てええんかいなとずっと言ってたんですけど、その理由がですね、ユーストリームの番組をやっているわけではないんですね。あの具体的にどういうことかと言いますと、ラジオ版より面白いラジオ番組にするためにユーストリームを活用させていただいているということです。具体的にどういうことかというとですね、ラジオってご存知のように皆さん、あのチューナーが行ったり車乗ってないと基本危険もんでしたよね。それがまあ近年のインターネットの普及によってサイマルラジオっていうて、いわゆるインターネットがあったら聞けるようになったんですね、全世界に。ちょうどこれに合わせて、まあ、Android と iPhone の普及がすごい勢いで進みまして、皆さん携帯電話でラジオを聞いてくれる時代になったんです。ってなってきますと、当然ネット回線ですんで、ネット回線でラジオを聞いてもらっている、まあリンク貼ったら動画にも飛べるよねというあたりで、なんか重いことがあったら動画に飛ばしたいな飛ばしたいな言うてる時に、ほんまに2010年、ユーストリームさんがバーンと来ました。それでもう僕らがまさに望んどったもんがドーンと登場したわけなんで、もう本当にもう恥ずかし、もう恥ずかし、もう何もなく飛びついててですね、これはもう絶対活用しようという形で、まずこのレインボーミックスという番組がですね、そのユーストリームを取り入れて、まあ使わせていただくようになりました。今日残念ながらですね、あのディレクター、番組の直接のディレクターはね、ちょっと生放送があるんで、あの来れなかったんですが、なぜか僕が生放送を休まされて、PR に来ました。はい、そして、一つ、これ、ユーストリームのすごいところっていうのはですね、やっぱり誰でも簡単に入りやすい、今だったら当然、ニコ動とかね、いろいろあると思うんですけど、やっぱりこう、リンク貼って入りやすいという敷居でいうと、もうユーストリーム圧倒的です、プラットフォームもやっぱり使いやすいですし、もうどんな人にこう、見てくださいねって言うても簡単に見れる、そこが一番強いです。それでですね、まあ、このレインボーミックスも含めどういうふうに活用させてもらってるかというと、例えばですね、あのリングとか螺旋とかの作家の鈴木浩二さんいらっしゃいますよね。あの方が徳島にプロモーションで来られた時に番組で、まあ、ラジオ上ですよ、プロモーションしてるんですね。でも実はユーストリームの方をペット広げてみると、後ろに貞子がおったりとか、まあこの辺りはラジオでなんちゃ言わんかったら何も気づかんもんなんですけど、たまにこの時ユーストを見よったら貞子がおるというふうな、まあちょっとした工夫とか、だからもうこんなできんかな、あんなできんかなっていうのが、まあ私らラジオですからですね、それにちょっと動画をプラスしてやれることが増えると、途端にすごい可能性がドガーンって広がるんですね。ですね、今日も僕の後にマベルさんとかね出ますけど、今日はマベルが来てますって言うてもね、ラジオ上は何も分かんないんですけど、ユーストリームの方のポッとチャンネルを開けてもらうと、ちゃんとマベルこの格好で、ラジオにもこの格好で来てるというふうなね、ちょっとこの工夫がいろいろできる、これってすごい、ちょっとって私言うてますけど、ラジオ局としてはすごい大きな可能性ですという流れでですね、あの放送と通信っていう、本当今までずっと並行して走ってたもんが、やっぱり今ぶっとくっついたことによってすごい可能性が広がってますんで、私本当にユーストやってる方皆さんに言うんです、うちでラジオせえへんかってね。
はい、それでユーストリームをうまく活用して、まあ、長い番組にしてもらえたらなと思っておりますので、はい、またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。動画ありますかね。あるんですね。どんな感じかね。動画のクオリティは恐ろしく、まあまあまあ、そうですね。こんな感じですよね。あ、これがね、今日来てない山口ディレクターって言いましてね、おっさんやけど新商品が出たらすぐ乗っかってユーストリームももうこのおっさんがね、ずっとこれこれ言うて取り入れたんですよね。でちょうどこの時はですね、街遊び、あのアニメのイベントで東京から声優さんが2人来てて、基本声優さんってあんまり、まあ、最近は顔ね、ガンガン見せてますけど、まあ、ラジオ出てても顔見えへんやないかというあたりで、まあこういう時もユーストがあるからより面白くラジオを聴けるというふうな、もう典型的な例じゃないでしょうかね。ほんで実はですね、これ他のラジオ局もたくさんスタジオにカメラ置いてユーストリーム流してるとこすごい多いと思うんですけど、うちの特徴はね、音声めっちゃ悪いんですよ、ラジオ局の。めっちゃ悪いんですほんまにめっちゃ悪いんです。これなんでかって言うたら、実はねマイクをつなぎ込んでるので、あのスタジオの上にねマイクを置いてるんですよ、直接直置きで。これどういうことかっていうと、じゃあ曲どうぞってかかった後、普通の曲だったら音が全部落ちるんですけど、うちステージの上、あ、テーブルの上にマイク置いてますから、はい、あのオフトークが全部入る、はい、ええ、なのでイメージとしては、あの野球の二元中継的、はい、あの副音声だから、お、あの曲がかかってる間、うわもう今日しんどいなとかいうのも全部聞けるというあたりで、まあラジオの本間の裏側ですね、あの次の曲なんやないかとか、まあ、そういうのを楽しんでもらうためにこういうストリームっていうのがあると、もうほんまこれ神様がすごいもん運んできてくれたなと感謝しておりますね、ソワさん、今日はね、ユーストリーム社長によいしょしに行きますって言ってましたので、はい、では早速ね、ぜひご意見いただきたいと思います。はい、まずでは中川社長をお伺いしてよろしいですか。はい、あのよいしょしていただいてありがとうございます。あのでも本当にあのすごいラジオとユーストリームって親和性高いと思うんですよね。でテレビよりもやっぱりラジオの方がライブ感ありますし、そのやっぱり視聴者からのコメントを拾い上げるとかっていうところで、その双方向性っていうところでもあのテレビより本当にあのすごい近いっていうのを常に感じてまして、もうそのラジオとユーストリームどっちが表とか裏じゃなくて、もう本当に使い倒していただければもっともっと楽しくなるのかなと思います。はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします。使うさせてもらいます。はい、では今川さんいかがでしょうか。はい、実は僕そんなに、テレビ見ないんですよ。でラジオもまあ全然聞いてなかったんですけども、ここ 2,3 年まあ、ラジオを、まあ、再評価といいますかね、ちょっと上から目線になりますけども、ラジオの楽しさをなんかもう一度知ったきっかけっていうのがまあ、ユーストリームがきっかけなんですけども、まあ、とある局がユーストリームを、まあ、ラジオですけど、ラジオ局さんが、まあ、サイマルで、ユーストリームで、まあ、放送されているものを聞いて、で改めてそのラジオの、まあ、DJ の方が持っているその言葉のパワーというか魅力みたいなものを、まあ、その再発見したというのがきっかけなんですね。で、まあ、やっぱりその耳で入ってくる情報だけじゃなくて、ユーストリームを使うことで、まあ、視覚的にも訴えられるっていうのがあるんですけども、やっぱりそもそも持ってらっしゃるその言葉のパワーっていうのがやっぱりラジオの方すごくそのポテンシャルが高いので、まあ、ユーストリームを使うことでより伝わるという部分で、もう常に僕は普段ラジコなんか使ってラジオをずっと聞いてるという状態です。ですので、ぜひ、ね、頑張っていただきたいと思っております。ありがとうございます。はい、これね、僕もね、ソワさんの番組とか出してもらったことあるんですけど、はい、いやほんまにおもろい番組なんで、F ね、もうユーストリーもそうですけども、FM ビザンさん 79.1 でしたっけ、はい、ですね、そちらでしたよね、はい、確か、はい、そちらの方もですね、ラジオと合わせてぜひともね、はい、聞いていただけたらと思います。ソワさん、最後の一言、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
あどんどん参りましょう。続いてはファンキータイムです。はい、なんか来ましたね。お願いします。はい、青いの来ましたよ、青いのがね。はい、どうぞ。こんにちは、徳島、ファンキータイム徳島店の方で、毎月第1火曜日に配信をしていますファンキータイムウェブ番組ファンキータイムのメンバーの僕、有限会社データプロの影本と申します。あと横にいてるのがいつもは喋らないんですけど、今日は特別に喋っていただけるみたいなんで、ちょっと自己紹介お願いします。はい、どうもみんなこんにちは。ダメです。じゃあいきます。せーの、こんにちは。OK しました。はい、ということで俺ね、徳島市の方からやってきました、エコヒーローです。総理市まめみ、まめみです。神田さん、ごめんなさい。よろしくお願いします。大丈夫。ということで、俺全然わかってないんですけど、何を何分ぐらい喋ればいいんでしょうか。できたら1分ぐらいファンキータイムさんについてバッチリ決めていただけたら。はい、5秒ぐらいでいきます。はい、はい、いきます。じゃあ、ですね、写真をね、はい、はい、ということで、ファンキータイムという番組ですが、今俺がプロデューサーをしておりまして、まあ簡単に言えばみんなで出たい人一緒にやろうカモンみたいな番組ですだけです。ありがとうございます。ありがとうございます。だけ、だけじゃないですけど、まあそうですね、やっぱりね、見てみて、一緒に来て、やらないとわからないことを、はい、まあ、放送でやってるんですけど、なるほど、まあ、緩やかにやってます。ありがとうございます。やりたい人がやろうねというね、ハードルが非常に低いです。めっちゃ、はい、ヒーローがこんなこと喋りませんからね、普通はね。あ、一応、しがない神です。あ、ヒーローではなかったです。神様、はい、神です、神です、神ですね。はい、はい、どうします、どっちに喋れないかわかんないんですけど、とにかく、とりあえず一回動画流してもらいましょうか、はい、ね、ファンキー様とどんな映像かね、流していただきましょう。よろしく。ですね、これですね、喋りながらやるんですね。わかりました。これはですね、この番組のファンキータイムという番組名で、はい、おなじみのネットカフェですね、はい、ファンキータイム徳島店で、これどこなんでしょうね、はい、これは確かビリヤード台がある、はい、ビリヤード台があるところを、はい、スタジオに見立てて、はい、そこでもう、ね、はい、出演者以外 もう来た人が出たいと言った瞬間に俺がじゃあ出ようというので、ね、あ、お客さんをですね、お客さんを出るんですね。そうですよね、ファンキータイムさんで徳島の何店舗かネットカフェなんですよね。そうなんです、はい、そこでまあ皆さんね、こういうオープンな、はい、フリーなスペースを使って、はい、一緒に何かできたらなと思います。やってるんです。てかこれ、ま、マーベルさんどこ出てる。これです。あ、はい、本当だ。これマーベルさんどこに。俺いや見えねえ見えねえなるほど。向こうで指示を出します。あ、その格好でね、なるほど。この格好の時もありますし、じゃない時もあります。じゃない時もある。なるほどなるほど。大人の事情ですね。はい、はい、なるほどなるほど。そういう形で、はい、そういうもので、はい、誰でも気やすくね、このね、はい、まあやりながら、はい、みんなでね、なんか楽しくやろうよ。なるほど。っていう間に動画終わりましたよ。あ、終わった。あ、ごめん、はい、すいません、ちょっと空気読めなくてってことで、最後ね、よくわからない空気になったんで、影本さんの方にバシッと締めていただけたらと。俺、役立ってごめんね。ちょ、マベルさん、なんか自由な、ね、番組なんだろうとよくわかりますよね。はい、すいません、ファンキータイムのことをちょっとまともに説明させていただきますと、最初ですね、ネットカフェの、まあ、経営者の方と一緒に、まあ、ユーストリームというものを知ってですね、人を集める、ね、ファンキータイムという、まあ、ネットカフェ自体がやはりちょっと なんか、まあ、経営者の方と話してるとすごくアウトローな雰囲気があるような場所に思われることが多いらしくてですね、そういったところにコミュニティを作りたいというところからユーストリームを活用させていただいて、人を集める、集めたい、何かしている、面白いっていうのを、広げていくという意味合いで最初始まりました。そういったところから、このような方も一緒に参加していただいて、一緒に番組を作っているということです。よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。この説明ですごい助かりました。ありがとうございます。お店にもっと気軽に足を運んでいただけるようにという、そうですね、ファンキータイムでお店に人を運んでもらうということですね。はい、わ、はいはい、かりやすいです、はいはい、ではご意見伺ってみたいと思います、はい、田牧編集長いかがでしょうか。
今ねきっちりした説明してもらったんですけど、あの前でこう写真撮ってる彼が気になって全然頭に入ってこない。というかこんなに喋るヒーローはいないですよね。いないです。でね、ヒーローではないらしいですけどね。神です。神らしいので。名刺をどうもありがとうございます。営業活動しちゃってますからね。結構かっこいい名刺が、はい、はい。いやでもね、すごくこうパーティー感覚でやってるのはいいと思うんですよね。はい、やっぱりこれぐらい気楽にやるっていうのはすごく大事なことだと思うんで、はいはい、でましてやこうやってもうすごいですね。これ自作ですか？自分で作ったんですか？あ、本人ね、作ったんですね。あの設定は皮膚なので、なるほど、はい、なるほど。でもそこまで設定言いましたか。そこまでやるっていうのはすごいですよね。本当にだからもうそういうこうなんか楽しみ方って絶対いいと思うんですよね。なんかあのファンキータイムさん来てからすごく松野さんが普通の人に見えてきて、あ、完全に食い合ってますよね。僕どうですか？僕がですか？いや違う。はいはい。いやでもすごく良かったです、はい、本当に。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。ではもう一方にお話を聞いてみましょうか。では中川社長、ファンキータイムいかがでしょうか？いや面白くていいんじゃないですか。やっぱり絵的にインパクトあるっていいですよね。ね、本当にインパクトのある。そうですね、もう本当インパクトだけって言ってもいいんかな。でもないですよね、ちゃんとトーク力もありますし、だけじゃないですよね。はい。なんかご質問とかありますか？このお魚に聞きたいことなんかね、マベルさん。ですか？いっぱいありすぎて、ちょっと後で、個人的に聞きたいことがいっぱいあります。はい、じゃあ今週から時にゆっくり聞いていただくということで、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ファンキータイムのお魚でした。ありがとうございました。ね、今日初めて見た方はきっとびっくりされたでしょうね。はい、僕ね、もう彼と、はい、何回かちょっと一緒に絡んだりしてるんですけど、はい、もういつもこの感じで僕はどういう空気を出していいのかわからないの、はい、結局松野さんも立てたし、この僕ですらわからないから、結構皆さんね、戸惑わない人の方が僕はね、不思議なんやけど、皆さん結構面白かったですか？どうですか？どうですか？よかったですか？マネージャー拍手もないというね。はい、すごい。いやでもね、ハンマメさんもね、頑張っ徳島の、ね、ために頑張られてますので、はい、あと応援よろしくお願いいたします。ご覧いただきたいと思います。はい、さあそしてこちらで最後の番組ですね、いいねの会についてご紹介したいと思います。はい、はい、このね、いいねの会っていうのもですね、ちょっと今日ね、ご参加がなかなか他のね、お仕事の都合で来ていただけなかったんですけども、ラパージュさんって言ってですね、まあ、ソーシャルカフェ、まあ、カフェなんですけども、そこでソーシャルネットを配信しようということでですね、そのカフェの横にとか、はい、同じところに、そのユーストリームのね、配信設備、スタジオをですね、作られている、まあ、カフェがあるんですね。はい、でそこで、確か毎週だったかな、いいねの会っていうね、何かしらのいいねの会っていうのをね、されてるんですよね。まあちょっとね、動画があると思うんで見ていただいたら説明もしやすいと思うのでね、どうぞ。何かのいいねの会なんですよね、これ多分ね。何か物とか、あ、そういうものを紹介するんですか？津波カップ2012アット給与し、多分ね、こういうのがあるんですよ、イベント。そう、僕これちょっとすみません、正直このイベント分からないんですけど、はい、僕が分かるイベントで言ったら、例えば徳島のね、美味しいお肉、はい、うん、これがただお肉をいいねって言って、ただそれを食らうという、はい、それをただすごく流してるとかっていう番組があったりとかするんですよね。あ、もうシンプルに、そうそう、肉を、そのチャンネルつけたらみんながうまそうな肉食ってて、こっちがただ肉食いたくなるだけみたいな番組だったりとか、はい、あとね、僕見た時はね、この間ですよね、うん、ベリーダンスめっちゃやってましたね。ベリーダンス、ベリーダンス、はい、
ベリーダンスって知ってます？あの腰をこう、そうひたすらそのベリーダンスを踊り続けてるのを流し続けてるとかっていうね、はい、番組とかありますよね。そういう番組があって、あの、はい、結構ね、あの、まあ、番組形式でないような形でされたり、まあ、これは徳島の番組でちょっと一つ新しいパターンだと思うんですけども、そういうまあスタジオもされているので、まあ、いろんな方が、利用もしていただくことができるというスタジオもありますし、はい、あのそういうふうな、まあ、このいいねの会というのをやってて、うん、もう何かしらいいねの会とかね、そのスマホのなんとかいいねの会とかっていうのもこの前なんかあったみたいですしね、はい、結構ね、見ていただいたら結構シュールな笑いは求めれるのかなというふうに思っております。はい、こんな感じでよかったかな、すいません、ラパウさん、あの、わから来ていただいていただいてるんでわからないんですけど、はい、はい、ぜひ、ね、ご覧いただいて、いいねの回チェックしていただきたいと思います。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。さあ、これで全ての番組の紹介が終わりました。それでは中川社長、玉木編集長、今川さんに総評をいただきたいと思います。まずは中川社長よりお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。いろいろ見せていただいてて、面白かったです。で、本当にそのユーストリームってまだ使い方が確立しているわけでも何でもなくて、いろんな使い方あると思うんですよね。でもっと突拍子もない使い方もあると思いますし、今こうなんか一つの価値観だけで決めてかかって、こういうやり方とかこういう使い方っていうのはすごいナンセンスだと思うので、もっともっとこういろんな実験していただけたらなと思います。もっとびっくり仰天するようなことをやっていただけてもいいんじゃないかなと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは続きまして、玉木編集長お願いいたします。はい、結構今日紹介していただいた番組は全て毛色が違うというか、ベクトルが全然違うので、そういう意味では良かったなと思います。だからなんか似たような番組がいっぱいあるんではなくて、本当に不思議なヒーローじゃないんですかね、が出てきたりとか、すごく爽やかなイケメンが出てきたり、強烈なパソコン屋さんが出てきたりですね、それぞれみんな尖ってるところがあるので、あとただ共通してるのはみんなノリがすごくナチュラルなんで、なんかやらされてる感が全然なくてですね、はい、楽しんでやってる感じがあるので、僕はやっぱりそれが基本だなと、自分も、ね、番組ずっとやってきてて、もうそれは本当に自然にもうやるんだと、やるもんだという感じでやってますんで、そういう意味ではすごく共感を感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では今川さん、いかがでしたでしょうか。はい、冒頭私も、個人の配信されている方が足踏みという話をさせていただきましたけれども、やっぱり中川社長からもお話ありましたし、玉木さんからもね、ジョブズを例えにしたお話ありましたけれども、継続してやはり続けることで、それが必ず何らかの、ね、結果としてつながってくると思います。で、何より皆さんが持たれている、なんて言うんでしょう、それぞれ一人一人の個性みたいなものが、そのまま、インターネットを通じて、人に伝わるわけですので、そういうものをそのままね、表現されれば、きっと、それを支持してくれる方が世界中いろんなところに配信されているわけですから、現れてくると思いますので、そういう番組がね、これからもその徳島、そしてこの阿波市からね、出てくるということを楽しみにしておりますので、今後とも一つよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。やっぱりね、お三方とも、やっぱりこの継続とかっていうのがすごいね、今ヒントだったような気がしますし、はい、僕も今番組やっている上で、やっぱりその継続、やっぱり一番こうね、大事だと思ってますし、やり続ける、これを徳島の皆さん、頑張りましょうね。はい、はい、ありがとうございます。でね、この後懇親会もありましてね、前のね、お三方もですね、ご参加いただけますので、このユーストリームであるとか、また街づくりであるとかにですね、またいろいろご質問がある方はですね、お三方にもですね、この懇親会でご質問いただけたらというふうに思います。はい、はい、ありがとうございました。これにて徳島ユーストリームサミットは終了となります。中川社長、玉木編集長、今川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではここから休憩を挟みまして、第4部シンポジウム、これからの阿波市観光を開催いたします。
皆様しばらくご休憩をお願いいたします。